皆さんは日頃どのように交通安全を意識していますか？疲れていたり、ながら歩き、ながら運転したりすると思わぬ事故につながってしまいます。このビデオを見て、皆さんで交通安全への意識を高めましょう。これから見る映像にどんな危険が潜んでいるかを探してみましょう。危ない！曲がり角からバーチャル猫が飛び出してきました。狭い道路ではスピードを出しすぎないように、また飛び出してくる歩行者に注意しましょう。次の映像を見てみましょう。危ない！歩きスマホをしていたバーチャル猫が信号に気づかずに飛び出してきました。歩きスマホをしていると周りの変化に気づきにくくなり大変危険です。絶対にやめましょう。皆さんは猫バンバンという言葉をご存知ですか？寒い季節になると猫は寒さをしのぐため車のボンネットの中に入り込むことがあります。そこで車を運転する前にボンネットを叩いて猫が入り込んでいないかを確認しましょう。いかがでしたか？皆さんも交通ルールを守って事故のない安全な社会を作りましょう。それではさようなら。